はい、じゃあ行きましょう。まあ、ですね、自分からちょっと逆指名しましょうか。ね。いいですね。でんぷんの運ばれ方ですけど、1番の問い1を見てください。でんぷんの運ばれ方、この表現はどの問題集にも載っています。でんぷん自体はですね、わかりやすく言うと、じゃがいもとかあんな感じなんで、水に溶けにくいですよ。ものすごく。ですね。ですから、水に溶けやすい物質、まあ結局糖なんですけど、ですね、糖の種類、ブドウ糖とか書くとアウトなんですけど、水に溶けやすい物質、まあ糖に変わって、脂肪に運ばれるというんですね。だから当然、運ぶときは運びやすい状態にしますということは、これも受験生の常識です。こう聞かれたらこう答えましょうね的な。あまりパターン化するのは好きじゃないんですけど、実際事実そうなんですね。運ぶときは水に溶ける方が運びやすいので、ということになります。はい、それから、結局ですね、根の働きって何ですか？なんですけど、二つありまして、水を吸収するということですよね。だから、例えば自分がひょっとして光合成ができない状態で栄養を作れなくなっても、下から水と一緒にいろんな栄養分を吸収できたら植物は枯れません。ということなんですね。だからどっちが大事かというと、根から水分とかその水に溶けている栄養分を吸収するのって死活問題なんですね。植物にとってはもう本当に、生き方、命をかけてる死活問題なんですよ。ということはどういうことかというと、効率よくたくさん水分を吸収したい。だから、表面積を広げるっていうことが基本なんです。重毛と肺胞と同じです。ですね。表面積を広くして、水分を吸収しやすくする。ね。水分の吸収の効率を良くすると。それは表面積広い方がたくさん水は吸収できるでしょう。あとはちょっと難しい話だけど、浸透圧みたいなこともあったりすると思いますね。あとは根の働きは体を支えるということにはなります。肛門に関しては水分の吸収を、表面積を広くしてっていうのがポイントですね。はい。ということでした。それから玉ねぎの根の部分はもちろんひげ根になります。はい。ですね。で、単子葉類は胃管束がバラバラということでしたね。散らばっているという。まあ、バラバラな状態ですよ。臨場じゃないよって話です。はい、2番いきましょう。はい、勾配率にするというところも赤で見てください。勾配率にする。倍率を上げると、視野は暗くなって狭くなりますね。暗くなり狭くなるというのを書いてください。ですね。倍率を上げると視野は暗くなって見える範囲は狭くなります。ね。だから、見たいものを真ん中に持ってきた後は倍率を上げてもいいんですけれど、見たいものを探す段階で倍率を上げてると、非常に探しにくいですよということになりますよね。非常に探しにくいですね。だから、見たいものを探すときは広い視野で広い範囲が見えるようにして、ある程度倍率を下げて探して、その生物なり生物を真ん中に持ってきた後倍率を上げましょうということになりますので、いいですね。はい。生物の視野の中央にくるようにプルパウトを動かすと言ってますが、なんですね。結局は、その倍率を上げる前は倍率を上げずにということはなぜですかって質問なので、見える範囲が狭くなる。要するに探しにくくなるということです。範囲が狭くなったら、見たいものを探しにくくなるということです。はい、自分で動き回るやつですけど、三日月も以外は動き回れます。
三日月も純粋な植物ですから動けません。C の緑虫ですね。緑虫とゾウリムシ、時々間違えしているんですけれど、弁毛という便利な毛と書いて弁毛ですね。あのカタカナですかね、弁毛。1、2本、1本とは限らないです。2本生えている時もあったりしますが、弁毛を持っているのが緑虫で、繊毛といって自分の周りにすごいこう小さな毛がたくさん生えているのがゾウリムシということになります。アメーバーはですね、原形質流動といって体をドロッとこう、体の中液体がドロッと溶けていっているような感じで、はい、動いていきます。原形質流動といってですね、あのドロンって溶けてこう動いていく、ドロンって溶けて動いていきます。はい、こう非常に自由に動けるんで、そういった点では、だから何かこう手とか足があってそれで泳いでいくとか、そんなことを毛が生えてて動くとかいうことではありません。けど動けます。アメーバーも動けます。ですね。というわけで B 以外は動きます。はい、それからエビ科には甲殻類でした。甲殻類ですね。はい、動けるのは4番です。外骨格の内側の筋肉を動かして、体を動かします。ということですね。はい、生産者はできたでしょう、多分できたでしょう、はい、ね、植物連鎖の出発点は、ただこれ植物っていうんですけど、正式には緑色植物がいいですよ。緑色の植物、なぜかというと植物でも葉緑体を持たない植物もいるんですよ、ですね、はい、ということで、本当に緑色をした植物じゃないと光合成しませんの で光合成しないと生産者と言えないですね。はい、3番の統一いきましょう。これも皆さんワークとかね、学校のワークとか、なんか問題集とかで見たことがあると思いますけど、実験するたびに精製水でよく洗ってくださいということになります。それは前の実験前のやつが、前した実験の時の物質がついてると正しい測定ができないっていうのは常識中の常識ですよね。はい、です。はい、砂糖は非電解質。砂糖でんぷんエタノールというのが非電解質の代表です。エチルアルコールも非電解質ですね。はい、最近ゆとりが終わってこの問題が出てくるようになったんですけれど、液体ですよね、液体にエネルギーを与えるとということなんですけど、実はどういうことが起こっているかというとですね、こんなことが起こっています。まあ、液体の状態の時に分子は固体よりは動きやすいんですよね。固体よりは動きやすいです。もう動いてます、自由で。エネルギーが大きくなると外に飛び出すやつが出てくるわけで、これが蒸発とかですね、沸騰した時の気化とかですね。エネルギーが高くなるともう動きが激しくなってボンと外に飛び出してしまうということなんですね。そうすると気体と液体の大きな違いは何かというと、気体はすごく広範囲の中にまばらに分子の粒子とかが存在して、ものすごく激しいスピードで動き回っているということなわけですね。はい、ということでした。だから粒子の運動が激しいということになります。固体は単振動といって、固体も実は振動しているらしいんですよね。じっとそこに固まってるだけじゃなくて、なんかこう小さく振動してるらしいですよ。答え。まあまあ、そこは詳しくないんですけど、どうもそうらしいです。はい。じゃあ、で、ちなみにね、この分子と分子の間に分子間力というのが働いてて、
エネルギーはその分子と分子がつながろうとしている分子間力を切る働きがあるんですね。エネルギーを与えると、だから状態変化の時温度は上がりませんよね。温度が上がらないよね。融点の時温度が上がらない。あれはじゃあその時もらったエネルギーは何をしてるんですか、この平行部分何してるんですかというと、例えば固体はきちんと規則正しく分子が並んでるわけですけれど、この分子と分子の間の働いているつながりのエネルギーを切るのにエネルギー使われていると、ね、でこれ自由に動けるようにするというのが、ここが溶け始めというのは、もらったエネルギーでここの、まあ、つながっているところを切っているということなんですね。で完全にそれが切り終わったら完全に液体になってドロンとこう溶けるように動けるようになる。で今度はで液体で自由に動けても、やっぱり分子と分子の間の万有引力というんですけどね、どんな物質でも引っ張る力を持ってるわけです。全てのね、もう俺も引っ張る力を持ってる、皆さんも持ってるわけです、はい、なんですよ。でその全ての物質が引き合う力を持ってるんだけど、それをもう一回エネルギーが大きくなると動きが激しくなるんで、動きが激しくなるとお互いに引きつけ合う力が弱くなるんですよ。じっとしてたら引き合うんですけども、動いてたらなんとなく分かりません。お互いに引く力が弱くなります。そうやって外を飛び出してしまうということですですね。はい、どこまで行きましたか。あ、そうね、次ね、5番ね、あ、4番ね。はい、塩化銅の電離式かけた人、塩化銅の電離式かけた人、ああこれはいいんじゃないですかね。ありがとうありがとう。久しぶりに、そう、 CuCl2 勉強したばっかりですね。 Cu2 プラスと2倍の Cl マイナス、これ電気分解が進むと液体の青色が薄くなりますよって。なぜですかというと、銅イオンが減るからですよね。銅イオンが減って、で、電極に銅が析出してきますよね。でその分銅イオンがどんどん減るから、青色がどん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 薄くなっていきますよという話になるんですね。はい、で結局は、プラス極から塩素が発生して、マイナス極からは、マイナス極の表面には銅が析出するわけですけれど、そのアンダーラインの部分が塩化水素って書いてありました。そこマーカーで見てください。図にって書いてある枠の中ですね、真ん中ぐらいの塩化水素って書いてありますけど、これはここが塩素の間違いでしたということになります。ですね。はい、次ですが、その質量保存の法則を使って計算するっていうことなんですけれど、いいですね。CuCl2。今度は電離式じゃなくて、電気分解の式をちょっと急いで、あ、ごめんなさい、CL2 です。急いで書いてもらっていいですか。で、析出した。10対11ですって書いてあるんですね。10対11ですよって書いてあるんです。ですか。で、ですね、リーハの実験で発生した気体の質量は何グラムになるということなんですけど、一番最初に 100g って 2.1% と書いてありますよね、質量パーセント濃度。そこからスタートする。 100g でそれの 2.1%、まあ、何グラムですか。ちょうど100円で言って 2.1g、 つまり塩化銅が 2.1g あったってことです。ここが 2.1g あったってことですね。で上の数字10対11を使うと、これ21なんですね。質量保存の法則、21が10と11に分かれるよってことなんです。ということは 2.1が 1.0 と 1.1 に分かれるよということです。いいですか。もう一回いくね。
質量パーセント濃度が 2.1%、 つまり全体の質量の 2.1% が、中に溶けてる塩化銅ですよって話です。ということですって話です。ですね。じゃあ具体的に言うと塩化銅が 2.1g ありましたってことです。でところで 21g あったら10と11に分かれるでしょうと。じゃあ 2.1 やったらこれ10分の1ずつになるでしょう。ね、2.1、10分の1なんで、これも10分の1、10分の1ですね。ということになります。これがヒントになりますね。ですか。でです。でです。ですね。ビーハの実験で発生した気体の質量はいくらですかということなんですけれど、ビーハンは、付着した物質が 0.2、 これ A 班ね、これ A 班、 B 班は付着した物質が 0.2 って言ってるわけですよね。ちょっと待ってくださいよ。A 班の 0.2、 あ、10分間でな、だから分かった分かった。完全に電離はしてないわけ。完全に電、完全に電気分解が終わってなくて、まあ、一部分だということなんで、ね。これが 0.1 だったら、これ 0.11 なんですよ。で、これ A 班なんです。ね。で、B 班は、付着したのは 0.2 だと言ってるわけ。だから当然これ、B 班は A 班の2倍、積出してるんで、だからこれ 0.22 でしょと。わかりますね。もう一回いきますね。完全に電気分解が終わったら 1.0 と 1.1 出てくるはずなんです。塩化銅が 2.1 ありますので、2.1 が 1.0 と 1.1 に分かれるはずなんですね。ところが10分後はまだ完全に終わってないということで、0.1 しか積出してない。じゃあこっち側は出てきた塩素は 0.11g 出てきたでしょう。で A 班と B 班見ると B 班はここが 0.2 になってますよって話。この10対11は常に成り立つわけです。だからこうしてもいいんですよ。10対11は 0.2 対 X でも X が 0.22 が出ますっていう。まあ、これが2倍になったらこっちも2倍ですよ。でも、どっからでも答えにたどり着けます。いいですか？はい、というわけでした。だから分解された塩化銅は、この2つを足して質量保存の法則ですから、0.2 と 0.22 を足して、0.42 の塩化銅が分解されましたよ、と。この2つ足してこれですよ、ですね。この質量保存の法則のアドバイスとしては必ず高校に入ってもすぐ使うんです。高校に入っても使うんですけど、化学反応式の下にグラムを変えておくんです。化学反応式の下にグラムを変えておくとイメージが湧きやすいですね。大丈夫ですか？そういうふうにしてみてください。はい、次です。実験開始前の塩化銅水液の陽イオンと陰イオン表したものですと、ね、B 班の実験が終わった時のというわけですね。面白い問題出しましたよね。結局ですね 2.1 のうちの5分の1ですか。4.2 やろ。5倍したら 2.1 になるよね。もともと 2.1 やったのが、5分の1電気分解したよっていう話なんですね。ということは、5分の1に減ります、あ、残り5分の4になりますよってことですから、黒が1、2、3、4、5、6、7、8、9、10あるとしたら、8個になるはずです。黒が8個、白が
4個。わかります？2.1 とね、もともと 2.1 だったんで、これ0.42 積出したわけでしょ。ということは、残りはですね、2.1 から 0.42 引いて、としてもいいし、まあこれ5対1なんで、残りは4残ってますよってことなんです。この 2.1、初めの 2.1 の状態で積出したのが 0.42 ね。あ、まあ電気分解したのが 0.42 なんで、それは銅という金属と塩素という気体になっても外に逃げてきましたから、溶液の中には残ってないんです。残ってない。ですか？5対1で残りは4なんです。5から1引いて4。つまり5個あったのが4個になるし、10個あったのは8個になってるって話。だから黒丸は10個あるので、それは8個残ってますし、白丸は5個あったらそれは4個残ってますよって話。ですね。わかりますか？5対1、1の部分がもうなくなったんですよ。液体の中から外に出ていったんですよ。だから残ったのは5対4の形で、最初5個あったのが4個残るという形になりますので、白丸は5個あったら白丸が4個、黒丸が10個あったら黒丸8個変えてもらったら OK ですですね、という形になります。新しい問題の作り方ですよね。はい、あ、急ごう急ごう。5番です。はい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 。粘り気が弱いですね。だ、広がりますので、まあ、傾斜が緩やかな形ということになりますね。まあ、通称縦状火山という形になります。縦状火山。あの、流紋安山玄武覚えてます？流紋安山玄武、火口戦力判例。だから、火口の中は戦力岩になります。一度ちょっと教えますね、今度ね。流紋安山下流下の話ね。自分もそれを覚えるまでは、もうあの表を全然覚えきないんですよ。でも、あれ覚えたら、スーッと出てきます。出てくるようになりましたから、皆さんにも覚えてもらいたいと思います。ね。はい、あとは、花崗岩は白っぽいんですよ。それちょっと花崗岩の下に白って書いてもらっていいですか？同じく流紋岩も白っぽいということですね。はい。はい、粘り気が弱いということは、A の方に近いってことでしょ？ね、ということは A の方に近いということは、黒っぽくなるよということですね。はい、粘り気が弱いと爆発は穏やかな爆発になります。マウナロアということですね。あと三宅島も書いておいてください。マウナロアの下のところに、日本でいうと島全体が、まあ、火山なんですけど、三宅島本来なんか日本の領土の一つの火山がなんか沈んでしまったようなことになってなかったっけ？それで、ね、ちびっちゃい島なんですよね。で、中国も同じこと、日本と同じことしてますけど、もう、天でも、ちょっとこんな天でも、その土地だったら、その周り200海里がね、経済水域ですかね。ということで、だから、領土は小さくても領海がめちゃくちゃ広くなるん で、その分お魚とかも取りやすくなるわけですからね。必死です。はい、ちょっと顔出した時にわーってなんかもうコンクリで固めたりしてあんまり沈まないようにするとか、満潮時に沈まなかったら確かに良かったんじゃなかったですかね。必死ですよ、ほんと。はい、じゃあ6、7いきましょう。もうこれも常識中の常識ですですね。ですか？はい。ですね、
ちょっとこれ結ばんみんな。それ見ててあんまりすっきりしないので、折りを結びましょう。今ちょっと冬なんで折りを綺麗に見えると思うんですけど、結びましょうどういうことかというと、こんな感じになると思うんですよ、結んだら。こんな感じになるはずだ。ちょっと端っこの4つの星を結んでみてください。ですね。ただ、オリオンはどういうふうに動いていくかというと、こんなふうに動いていって、こんなふうに沈んでいくわけです。南の空は、ね、星は西から東へ移動して見えますよ。ですね。ちょっと反対だった。ね、ちょっと勘違いしたらいいかんね。ここに立っとったら、ここに。ここに立っとって、こっちを見るわけ。南の空を見てるっていうことは、こっちを見てるわけ。ね。そしたら、これ北で、こっち東でしょ。こっち西でしょ。ただ、こっち見てたら、右側の方が西やね。右側の方が西。左側の方が東。まあ、星は東から出て西に沈むんでね。なぜかというと地球の自転は西から東に自転してるので、だから、星は東から西に動いて見えますと。で結んでみたらこの形からこの形この形の順番なんです。星はこれで選べます。見てください、こうなってますか。この形の順番に並べていくと、E からスタートしてね、E、あ、U の順番、ほら綺麗にこうなっちゃうでしょ。これは実はどっかこの辺にこう点があってこう回転してるわけですから、もうちょっと下の方にこう円の中心があって回転して見えますよね。はい、それから一般常識ですけど、2時間早く星は出てきます。1日あたりですね。はい。2時間早くなったっていうのが常識です。だから、1ヶ月後よ、1ヶ月、ごめんね、1ヶ月後。360を12ヶ月で割ったら30度。で、1時間が15度。だから30度は2時間っていう計算になりますからね。ですね。だから、例えば、今日12月26日ここに星を夜8時観察しました。10時にしようと。じゃあ1ヶ月後、1月26日、同じ場所に星を観察しようと思ったら、これ8時じゃないと同じ場所に星が来ませんよって、こんなイメージ。2時間早く星は出てきますからですね。ただ今10時に見えてる星は1ヶ月後は8時に同じ場所に見えるという、それが2時間早く出てくるっていう話ですね。はい、これは公転ですね。365日かけて360度回転するわけですから、ね、12ヶ月で、1回転360度してるので360度によって30度という計算をしてくださいという話です。ですか。はい、あとはですね、星が見えないのは太陽と同じ方向にあれば星は見えないということですね。基本的に地球がここにあって、で太陽がここにあって、でオリオンがこっちの方向、そういう意味なんです。太陽と同じ方向に星座があったらこれは太陽の光が見えませんよってことですね。ということになります。ですか。はい、あとはちょっと2台ほど残りましたけど、特に7番の話はしたいなと思ってますので、7、8はちょっと次回に回しましょう。ですね。はい。自分は自分なりに、解説見て復習しておいてください、ね。解説見て理解する力がとても大事になってくる。高校になったらですね、めちゃくちゃ量が多いって、いちいち質問する暇ないですよ。自分で調べてから解説見て勉強していくしかないので、
本当に忙しいですよ。本当。いいですね。はい、ということでした。いいですか。じゃあ、ファイルあげましたよね。やってない。ファイルやらないかって。わかりました。ファイル買ってきます。これは高校生にやってきた。高校生がね、こんな一つのテキストがこう、百何十ページとか、300ページとかあったんで、ファイルあげました。皆さんにもあげますね。はい。じゃあ、一応、それで今日終わります。また明日頑張りましょう。5日間続けて年内ありますので、今日は2日目ですからね。はい、じゃあお互いに頑張りましょう。ね、癒してくれる中3の授業が大好きです。ちょっとね、血圧が高いですからね。頑張ろう。あと、変なとこ集中力あるね。本当にしょうがないじゃない。はい、ということで、じゃあ皆さん明日も元気に頑張りましょう。終わります。はい、でした。